カスタムオーダーいただいてました、女王ボーナスマスタータイプ的なものができましたので試奏してみたいと思います。かなりこう中音寄りのものにしてありますので、いつもやってるものよりはパフの昔のやつよりは少し、中音のミドル寄りの音が出てるという形になってます。ではまあクリーンのフロントからいきたいと思います。してまたトーンを絞るともっと低いというか。かなり中音寄りの音になってます。各弦の音のバランスはネジで調整できるので、今回あんまりしてませんが、お好みでやっていただけると思います。と歪ませるとどんな感じかなんですが、壁に近い感じになってきて、
感じの音になります。まあ、いつもはあの上下のボビンで巻き数を変えてるんでもっとレンジで広いんですが、今回はかなり中音寄りによるためにほぼ同じ巻き数でやってるので、そういう点でミドルが出る感じのアレンジになってます。いかがでしたでしょうか。